丸ごと府中キャスターの山崎彩です。今回は東京オリンピックの聖火リレーや東京2020オリンピック・パラリンピックの開催に伴う交通規制などについてお伝えします。どうぞ最後までごゆっくりご覧ください。中はトップリーグのチームが2つもある全国でも珍しい街だからこそ、ラグビーを中心にしてスクラムを組んでいきたい。ラグビーが盛り上がれば府中の街も人も元気になる。ラグビーの力を府中の力に。今回はオリンピックの聖火リレーについて制作課の加瀬さんにお話を伺います。加瀬さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今東京競馬場の前に来ていますけれども、こちらと聖火リレーというのはどのような関係があるんでしょうか。はい、東京競馬場は府中市で行われるオリンピック聖火リレーのゴールとなっているほか、その日の最後を締めくくるセレブレーション会場にもなっています。あ、そうなんですね。この府中市の聖火リレーというのはいつ頃行われるんでしょうか。府中市では7月14日水曜日の夕方から夜にかけて実施され、その日の最終区間となっています。午後6時27分に市民陸上競技場をスタートし、美術館通りや欅並木通りなどを通過して午後7時32分にゴールの東京競馬場に到着する予定です。こちらの東京競馬場でその日の最後を飾るセレブレーションが行われるということですね。そうですね。ああ、そうなんですね。そのセレブレーションというのは具体的にどのようなことが行われるんでしょうか。はい、府中市のようにその日の聖火リレーの最終区間となっている自治体で行われる聖火の到着を祝う式典です。府中市のセレブレーション会場である東京競馬場ではステージパフォーマンスや会場内を走る聖火ランナーの姿を見ることができるほか、最終聖火ランナーによる聖火皿の点火などが実施される予定です。聖火皿に火が灯る瞬間が見られるってことですよね。はい。うわー、貴重な機会ですよね。大勢の方がその瞬間を見てみたいと思われていると思うんですが、会場で見ることってできるんですか。はい、府中市では東京2020組織委員会や東京都聖火リレー実行委員会とともにセレブレーションを市民の皆さんに楽しんでいただけるよう準備を進めています。具体的にどのような形で見ることができるんでしょうか。まだ調整中ではありますが、会場内では感染症対策を十分に行った上で大型ビジョンなどを活用して観覧エリアを広げ、観覧者同士が間隔を保ち安心して観覧いただけるように検討を進めています。こちらの会場で観覧するためにはどのようにすればよろしいでしょうか。はい、感染症対策のため入場制限をさせていただく予定で、今後詳細が決まりましたら広報府中や市のホームページでお知らせしますので、ご確認いただければと思います。その他にテレビをご覧の皆さんにお伝えしたいことってありますか。はい、会場で観覧いただけない方におかれましても、会場内を含めて聖火ランナーの走行の模様を NHK によるインターネットのライブ中継でご覧いただけます。また新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、今後観覧席の募集などを中止させていただく場合がありますので、あらかじめご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。皆さん、ぜひ市の広報ホームページをチェックしてみてください。続いて、東京オリンピック・パラリンピックの開催に伴う競技会場周辺の交通規制について、引き続き制作課の加瀬さんにお話を伺います。加瀬さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、競技会場周辺の交通規制についてということですが、府中市の近くにあるオリンピック・パラリンピックの会場はどこになるんでしょうか。はい、自転車ロードレースやラグビー、車椅子バスケットボールなどの会場となっている東京スタジアム、武蔵野の森公園、武蔵野の森総合スポーツプラザが市内近隣の会場となっています。はい、
ということで、こちらが周辺の交通規制図になります。はい、こちらが東京スタジアム、はい、こちらが武蔵野の森総合スポーツプラザになります。概要をご説明いただいてもよろしいですか。はい、全体で6月1日から9月30日となっており、場所によって規制の日時が異なります。まずは6月1日から9月30日、武蔵野の森総合スポーツプラザの北側の歩道で交通規制が実施されます。逆側の歩道は通行が可能です。続いて7月6日から9月6日のこちらの方ですね、東京スタジアム、それから武蔵野の森総合スポーツプラザの間の一部のスタジアム通りで交通規制が実施されます。最後に7月19日から7月22日、7月24日から8月2日、8月5日から8月7日、8月25日から29日に武蔵野の森総合スポーツプラザの北側に位置するこの部分ですね。こちらの道路が交通規制となります。そうすると6月1日から会場周辺の道路で一斉に交通規制になるわけではなくて、場所によって規制の日にちや時間が異なるということですね。はい、そうなります。交通規制の詳しい内容は東京2020組織委員会のホームページや専用の問い合わせ窓口をご確認ください。また市役所3階政策課でこのようなチラシを置いておりますので、合わせてご確認ください。はい、ご利用される方はぜひご確認ください。加瀬さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。続いてはその他の府中市からのお知らせです。6月2日水曜日に75歳以上の方の新型コロナワクチン接種の予約受付を再開します。新型コロナワクチンについて、市民活動センタープラッツ内のオープンスペースで実施する集団接種の予約受付を6月2日水曜日午前9時に再開します。電話での予約は府中市新型コロナワクチンコールセンター電話0570-042-567で、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時と第2、第4土曜日の午前9時から正午まで受け付けます。またウェブ予約でも受け付け、表示されている QR コードや市のホームページから専用のウェブ予約システムにアクセスいただき、必要事項を入力して予約手続きをお願いします。ウェブ予約システムでの予約は24時間受け付けていますが、6月2日水曜日は午前9時から予約受付を行います。なお、電話予約、ウェブ予約で予定数に達した場合は予約受付を終了させていただき、予約再開についてはワクチンの供給状況を見ながら広報府中や市のホームページなどでお知らせします。また75歳以上の方を対象に医療機関で実施する個別接種の予約受付も6月2日水曜日に開始します。予約を受け付ける医療機関の住所、予約電話番号、受付時間はご覧の通りです。医療機関ごとに受付時間が異なります。電話の書き間違いがないようご注意ください。この医療機関の一覧は広報府中6月1日号や市のホームページでもご確認いただけます。なお、個別接種についても予定数に達した場合は予約受付を終了させていただきます。
令和3年度版介護保険ガイドお年寄りの福祉を配布しています。市では介護保険制度や高齢者向けの各種福祉サービスをまとめた冊子を無料で配布しています。市役所1階高齢者支援課、各文化センター、市政情報センターなどで配布していますので、ぜひご活用ください。府中カレッジ出前講座をご活用ください。市では市民の方の障害学習活動を支援するため、皆さんが主催する学習会などに市の職員が講師として出向き、専門知識を生かした出前講座を実施しています。講座の内容は暮らしの身近なものから専門的なものまで多岐にわたります。実施している講座などの詳細は第2庁舎4階文化障害学習課、障害学習センター、各文化センターで配布するパンフレット、または市のホームページをご確認ください。講座を希望される方は開催予定日の20日前までに決められた用紙で文化障害学習課にお申し込みください。用紙は市のホームページからダウンロードできます。なお、新型コロナウイルス感染症の感染状況や講座を実施する担当部門の業務都合によりご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。稲城府中母園組合が運営する公営稲城府中メモリアルパークの墓地使用者を募集します。今回募集する墓地の形態や区画数、使用料、年間管理料などはご覧の通りです。申し込みいただける方は6月1日火曜日時点で、芝生墓地、普通墓地は5年以上、合葬式墓地、樹林式墓地は3年以上継続して府中市内または稲城市内に居住しているなどで、詳しい要件は6月1日火曜日から市役所1階市民相談室、7階環境政策課、各文化センター、市政情報センターで配布する申し込みのしおりでご確認ください。申し込みは6月1日火曜日から30日水曜日までに、郵便番号 206-0812 稲城市矢野口3567稲城府中母園組合へ必要書類を送付してください。また6月6日日曜日の午前9時半から午後3時に墓地の内覧会を開催します。当日は片道210円でご利用いただける JR 南武線稲城長沼駅、京王相模原線稲城駅発着のバスが運行しています。なお、内覧会の期間外でも合葬式墓地の建物内を除き、園内の墓地を自由に見学できますので、お気軽にお越しください。今回のまるごと府中はこの辺で失礼させていただきます。次回もぜひご覧ください。さようなら。